ラジオネームピンファさんからいただきました。黒木さん、こんばん。こんばん。実際に一緒に住むとしたら何タイプのポケモンがいいですか？草タイプ。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。こんばんは。始まりました、黒木ほのかが一人で喋るやつ、ほのけプライベートトーク。今回の放送はわがままプリンセスでおしゃべりしていきたいと思います。はい、こちらの曲は、弊社の今乗りに乗っている、波に乗っているまあ乗りに乗っているまあどっちでもいいか、超ときめき宣伝部というね、6人組ですかね、のアイドルグループです。6人組だった気がするよ。ウッカと混じってるかもしれない。ウッカっていうねグループもうちにはいるんですけど、ときせんちゃんはねえ、もうこの前どこだっけ、パシフィコ横浜とかでワンマンライブしてたんですけど、チケットソールドアウトしてた気がします。パシフィコってね5000人ぐらい多分入るはずだから、いやすごいですよ。なかなか難しいよ、5000埋めるってって思いながら、ニュースとかにもねなったからすごいと思いながら見てましたけれども、わがままプリンセスは最近発売された曲かなと思います。スターのカップリングではないのかな、そうなのかな。スターっていう曲がね今多分 TikTok でもすごいバズってるかなと思うんですけれども、TikTok 戦略がすごいしっかりとしているグループでございまして、 TikTok の多分好きっていう曲から人気に火がついて、その後にギュッとっていう曲を出して、それもね TikTok でバズりまして、もう私は好きもうギュッともう両方 TikTok で踊らせていただいているんですけれども、なんか踊りたくなるし、とにかく可愛いんですよねメンバーみんなが。あとセリフが入ってたりするのがいいですね。そう、わがままプリンセスもセリフが入ってたし、合いの手みたいなコールみたいなやつもねメンバーで可愛く入ってました。イエイイエイイエイみたいな、いいですね、可愛い曲だった。もう私には出せない輝きみたいなものがねすごい乗ってたよ。そう、なんか頑張らずとも出るものなのよ、もうときせんちゃんとかは。私の場合はやっぱちょっと、はあ、黒木さん頑張ってるなーみたいな感じのね、なんか輝かせ方みたいな感じになっちゃうからね、やっぱりこう自然に出るもの素晴らしいなーなんて思いながら、すごいおすすめのグループでございますので、ぜひ。でさっき言ったウッカっていうグループもね、最近メジャーデビューようやく果たしたグループだったりします。ウッカもね可愛い子がいますし、歌もうまい。そう、スタダは結構やっぱ歌がちゃんとうまい子が揃っているなと思いますので、サンドリオンもねもちろん一番に応援してほしいですけれども、スタダの他のアイドルちゃんたちもいっぱいいますので、よろしければぜひぜひずっと宣伝してるよね先週から私ってば。はい、ということで、笹原優ちゃんをゲストにお迎えした生放送の後の今収録なんですけれども、すごい楽しかったですね。多分わかんない、もう1年半前だからさ、番組に初めて来てもらったのは、ちょっとまあその時の記憶が色濃く残っているかと言われたらそうではないのであれなんですけれども、なんかね1回目の時よりめちゃめちゃラフに、いい意味でラフに喋れてたんじゃないかなと思います。お互いのそのなんかコミュニケーション能力が多分1段階ちゃんと上がってたんだと思う、この1年半の間でそんな気がします。あ、でも
回ゲストというかね、1回目に来てくれた時も楽しくおしゃべりしていたはずだから、もしね気になる方はそっちのアーカイブとかも残っておりますので、ぜひご覧くださいませ。めっちゃおもろかったですね。ポケモン頑張るぞっつってじゃあちょっと冒頭のお便りいきましょうか。ピンファさんからいただきました。ありがとうございます。実際に一緒に住むとしたら何タイプのポケモンがいいですかと考えた、まあ、炎はあったかくなっていいな、明かりもつくから電気代ちょっと安くなるかもとか思ったり、まあ、水タイプもさ、なんかハイドロポンプとかしてもらえば体洗うの楽かもとかハイドロポンプ多分、まあ、すごい10メートル先ぐらいからちょっと打ってもらって、こう回ったらこう体洗われるみたいなかなと思ったけど、そんな家に10メートルもさ距離ないからさ、うんとか思って、まあ、エスパーもいいな。エスパーはちょっとほらあそこの物取ってみたいなちょっとほんとそういうね、なんか一緒に暮らしていく上でさ、そういうことしかちょっと考えられなかったんですけど、いろいろ考えた結果やっぱ草タイプかな。なんか緑が欲しいです普通に家にっていう、ただそれだけの理由で草タイプ。綺麗花とかと一緒に住んだら楽しそうじゃない。絶対私のさ歌にさ乗ってくれるじゃん、こう花花とか言って一緒に楽しめそうだなと思って。羽根っことかでも謎の草も可愛いからな、うん、夢が広がるな。ルン、サーナイトは草タイプですか。草じゃないんだ、あいつ草みたいな見た目しやがって騙されたぜ。サーナイトは何タイプ。エスパーな。クソ、サーナイトも私のお家にって思ったけど無理か、草タイプじゃなかった。そうちょっとやっぱ久々のポケモンだから、もう今ねあの多分黒木さんはバイオレット一生懸命やってると思うんですけど、あんまりそのポケモン新しく出てるポケモンたちはさ勉強が足りてないというかあんま知らないから、タイプとかさどういう技を覚えるかとか覚えないとさ相手に勝てないよね。そうだよね、うん、そこちょっと頑張らなきゃなって思って、せっかくならちゃんと楽しみたいので、なんか効果は抜群だみたいな相性表っていうんですか、あれなんかちょっと書き出して隣に付箋で貼ってやりたいな、スイッチと思っております。でもやっぱオープンワールドになるのがすごい楽しみ。私オープンワールド大好き丸だからさ、大好き祭りだからさそこがすごいワクワクです。労働時間とかどうね。そうなんかマップロードがない分それ以外のロードがなんか長くなったりするんじゃないのかなとか思いつつ、そうでもないのかな、きっとそんなところはきっといろんな問題をクリアしてるからオープンワールドなんでしょうけど、楽しみでございます。ルンルンルン、私頑張れよということでお便りありがとうございます。それじゃあそろそろ進めていきます。今夜もみんな楽しくおしゃべりしましょう。黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りします。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。改めまして黒木ほのかです。最近本をたくさん読んでいます。私は元気です。それではメールを紹介しますじゃあ言っとかなきゃなと思って、これはちょっとこれはねやっぱ前回の流れがありますから心配している方ももしかしたらいるかもしれないと思って、元気ですじゃあメールいきます斉藤圭介さんです。ありがとうございます。黒木さん、あ、最近の特療報告お疲れ様です。最近の報告ペース元気ですとともに助かっています。
作品名を出して報告始めたのが昨年の11月からなので、だいたい1周年おめ、ちなみに次はこれ読もうってどうやって選んでいるんでしょうか。おー、ありがとうございます。そう、ツイッターでね、読んだ本をちゃんとあの作者著者名と作品名をね報告し始めたのは割と確かに最近なんですけど、備忘録としてね投稿してるけど、次はこれ読もう。まあでも本屋さんに行くこと自体が好きなので、本屋さんに行って、まあ、その行ったタイミングで発売されたものとかプッシュされてるもの、まあ、平積みされてるものも見ますし、あとは母親とか兄が読んで面白かったよっていうのはたまに報告してくれたりするので、それをメモっていたりして、それをこうあの検索して場所調べて買いに行ったりとかするかな、うん、かもしんないな。あんまりね、なんかその、決まったルーティーンというかはないかも、ルールはないかもしんないですね。作者名で読んでいく時もあるし、今はあれを読んでいます。雫井秀介さんの犯人に次ぐの2、犯人に次ぐ1というか無印は読み終わって、それは母親が貸してくれたんですけど、ハードカバーを、それの続編の3まで出てるんですよ多分。3が文庫になって、それを兄貴が読んで3もめっちゃおもろかったわっていうので、あ、そうか2読んでへんかったなと思って、今は2を文庫で買って、上下巻なので上から読んでますね。面白いね犯人に次ぐは、まあ刑事ものなんですけど、タイトルからわかるように、なんか劇場型捜査っていうので、そのなんかニュース番組に出て今こういう状況で捜査をしてて、こういう証拠が出揃ってます、犯人よみたいな、犯人に次ぐって言って早く出頭しろみたいなちょっと煽ったりして犯人を刺激して、なんかこう、まあ、でも その犯人もちょっと知能犯だからこう頭脳戦をしていくみたいな感じのねお話なんですけれども、それの続編なので、その刑事側はあの同じ人、ワンと一緒の人が出てくる、警察側は割とメンツが変わらない感じで、まあ、事件が違う、犯人が違うって感じでもね、そう、犯人側の視点もあるの、犯人側の視点でいいんだよなあれ。ちょっとまあまだ上巻の半分ぐらいまでしか読めてないんであれなんですけど、そうなの、犯人側の結構なんだろう状況とか性格とか、まあ、名前とか職業とかも結構ちゃんと書いてあって、だからどうなってていくんだろうと思って、そのね、ワンの時は犯人が本当に読んでても誰か分かんないっていうか感じだったから、不思議、アプローチが違うからすごいワクワクしながら読んでおります。はい、それも読んだら報告します。元気です。じゃあ続いて、土佐のオレンジラビットさんです。ありがとうございます。ほのけこんばん、こんばん。笹原さんゲスト会お疲れ様でした。ありがとうございます。最初から最後まで案件まみれのトークでしたがなんだかんだ盛り上がっていましたね。最後はさっさが通気口をオープンにしてほのけの中の変態が顔を覗かせていましたが、平穏無事に終わって何よりです。さっさとポケモン通信したり、さっさとポケモン通信なんかその文章になっちゃうじゃん。ゆうちゃんとポケモン通信したりご飯食べに行ったりできるといいですね。ありがとうございますさっさそうね、そう、あのいい子めっちゃいい子ですね。多分1回目喋った時も思ってたと思うんですけど、すごい素敵な子。でもさ、ポケモン通信しても同じね、バイオレットなんだよね。だからまあポケモン出てくるポケモンはだからお互い同じだから、まあ、一緒に冒険行くって感じだよね。ポケモンをさ、その交換するとかよりは多分一緒に冒険に行っても楽しめるはずだから、今回のポケモンそういうことできるといいな。ルーン、何笑ってんだよ
続いてアインハルトさんです。黒木さんこんばんは。こんばんは。先日絵本朗読のお仕事をされたとのことで、早速アプリをインストールして聞かせていただきました。ありがとう。私は黒木さんの落ち着いた声が特に好きなので、心地よくて本当に癒されましたね。またその声色も相まって、猫のよもには思わず感情移入してしまいました。お話の内容も心にしみる素晴らしいものでしたので、またぜひこういった物語を黒木さんの朗読で聞いてみたいです。さて絵本といえば、私は島田由加さんのバムとケロシリーズが好きだったのですが、黒木さんが小さい頃に読んで今も覚えている思い出の絵本などはありますでしょうか。よろしければ教えていただきたいと思います。それでは。一番覚えてるってかさ、ミッケミッケかな。ミッケとあとウォーリーを探す。ゲーム性のあるものをね結構読んでたかな。でもやっぱ母親の影響でね、図書館にはめっちゃ行ってたから、そうだね、本も読んでたはずなんだけど、気がついたらやっぱりその青空文庫とかを読んじゃってたからな。絵本なんか割とメジャーどころしか今出てこないな。紙芝居とかはね読み聞かせしてたんですけど、全然何も頼まれず、ボランティアでもないただの一般市民が読んでただけなんですけど、ちっちゃい子供の絵本ってあんまり記憶にないかも。もしかしてあんまりお母さん読んでくれなかったのかな。お母さんどう多分これ見てくれてると思うんですけど、どうですか、ママって私にあんまり聞かせしてないんちゃいます、どないですか。あのメッセージ待ってますママいやあんま記憶ないんだもん絵本。でも褒めていただきありがとうございます。結構やっぱり読み聞かせだから想像の4倍ぐらいゆっくり読みました。もう結構ゆっくり読んでテストしたら早いですって言われて、あらーってまあね、あのミーミっていうアプリで聞けるんですけど、そのミーミの他の読み聞かせとかを聞いてから行ったんだけど、やっぱ読んでいくうちに語尾とかが早くなっちゃうみたいで、早いですって言われて、もう途中からこうやって読んでた、猫の読むわって手をこうつけながらゆっくり読むっていうのを気をつけましたね。あとはやっぱ暗くなりすぎないようにっていうのはすごい言われました。結構なんか作風、私が読ませていただいた約束っていう作品はなんかなんだろうな、大人が読むと結構わーってなんか心にグッてくるような、ちょっと考えさせられるような絵本だったんですけど、子供にはなんかそういうなんか感じではなく、どうしてヨモはこう思うんだろうみたいな感じの、なんでなんだろうねっていうのをこう意識して読んでくださいって言われたから、それがちゃんと出ていると嬉しいです。まだ聞いてない人はぜひ聞いてください。私のねこの番組に来てくださっている方も読んでたりとかしますので、いろんなやつを読んで、聞いて聞いていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、たくさんのメールありがとうございました。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。ここからは番組コーナーです。ほのチョイス何回やってんだよな覚えとけよコーナー名このチョイスです。毎回一テーマ、私が話したいことをピックアップしてお話ししていきます。今回のテーマは年賀状昨年もやりましたチャンネルの会員のみんなに、応募してくれた方全員に
年賀状を送りますので、デザインをちょっと考えていきたいと思います。まあとりあえずザって書く。うさぎ年でしょ、2023年うさぎ年。やっぱうさぎは書きたいよな。ちょっと書くわ。うわうわでかっ、でかっ、うわうわおでんくんの親戚こうおでんくんの輪郭しとるね。これなんかだってもう一個あればおでんくんじゃね。やばい、これ判件引っかかるわ。やばいやばい、ちょっと差分をつけないと、分けないと。あ、じゃあ分かった。このどうよ。耳にピアスやっぱね、私もピアスいっぱい開いてるんで、ちょっとこの辺でオリジナリティを出します。こういう黒く塗るか。ちょっとやばい、黒く塗るとでももうロックやん。ロックウサギやん。やばい、安全ピン刺さってるみたい。やばいよ。まあいっか。こうしてお目目、じゃあロッじゃあ本当にロックな方がいい。分かった。え、どうしよう、やべえ、マジやべえよ。やばい、これ一発書きむずすぎるかも。でしょ。で、やべえ、お前ら。ペペ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 ペ。ヤンクミ。お前らだけでちょっと火ついちゃったわ私今。合ってるよ。いいね。え、23。やばいよ、みんなむずい。なんでこんなむずいことやらせんの？もう自分でやってるなんてこれ。悲しい。お前がこの会社に入りたいって言ったんだろう。じゃあ与えられた仕事をやっときゃいいんだよ。はい。やばい、待って、こうでしょ。やばい、不格好です。うーわうまっ。これサングラスね。え、うまい。見てこれ、え、サングラスこれ。サングラス。目どうしよう、確かに。うわ。ちょっと一旦考えよう。口加工じゃ。口どういう系？どういう系がいい？まあちょっとアホ面っぽい方がいいか。ニコってしようか。やー、あれなんか台無しかも。どう思うみんな。なんか思ってたのと
なんかじゃあかわいくするか。リボンとかどう？ここにリボンして、ガチリボンになっちゃった。あまあまあまあ、なんだこれ。でも去年のね年賀状よりはなんかイラストの精度はまあ上がってはいる。でも変な物体だけど一個一個のパーツは割と上手に描けてる気がする。自分で自分をフォローしている。でもこういう感じどうよ。え、うまいのでは。ちょっとまあ目どうしようって話なんですけど、これにしよう。でハッピーニューイヤーと書こう。何色がいいかな。うさぎさん、リボン赤にするでしょ。だから、ラス、オレンジにしようか。ハッピーニューイヤーでしょ。どこに書こう。どこに書こうだね。ここに書くか。ハッピーニュー、あー出た、イヤートラップね。は？いや大文字で書いてんのが悪いわ。これ小文字だったらすぐいけんのに Y でしょ。違う、 YEAA。 いや小文字なら書けるんで。どうよ、ほらご覧なさいよ、ちっちゃ。ハッピーニューイヤー書けてるんじゃない。まあ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 とかないでしょ。合ってるじゃん、100点でしょこれ。よし、こういう感じにしようかな。で、まあ、ちょっと色塗り塗りして、あとはまあなんかことよろみたいな感じのメッセージを書こう。今年ももらう。去年ももらったんですけど、自分が書いたやつ。これももらう。なんかいいじゃん。割とノープランで書き出したんですけど、まあね、これはボツになってもいいやみたいな思いで書いたけど、これ採用かも。可愛く書けました。よし、じゃあ片付けをしつつ、あとね2枚3種類ランダムなので、あと2枚何かしら書くんですけど、あと2枚はどんな感じにしようかな。でもこれ可愛い系っちゃ可愛い系なので、なんか大人っぽいザ年賀状みたいな、あの山とか、松わかんないけど、とかなんかタカとか、タカだっけとか、そういうちょっとザ年賀状ですやんみたいな感じのデザインとかもやりたいな。去年は結構ポップな感じに全振りしてしまったから、そういうのもちょっと考えていきたいと思います。じゃあちょっとこれに書き足して、これをまず第1の絵柄にしたいと思います。皆さんぜひ応募してください。ちゃんと届きますんでよろしくお願いいたします。以上ほのチョイスでした。
カピバラカッパをかっさらうカッパハッパになりすます。カピバラカッパをかっさらうカッパハッパになりすます。カピバラカッパをかっさらうカッパハッパになりすます。ちょっと待って、アクセントわからんすぎ。ありゃ。黒木ほのかのシークレットショールーム、ほのけプライベートトーク。プライベートトーク、今夜の放送ももうおしまいのお時間だそうでございます。ただアミアミ SSR チャンネルの会員さんはこの後も少しだけ番組が続きますのでお楽しみください。じゃあここで改めて番組からねお知らせをさせていただこうかと思います。今年の番組で生まれた名言を集めてランキングを作る、ランキングを決める企画、SSR ほのけ名言大賞2022のノミネート語単語ワードを募集中でございます。対象は生放送、あとプライベート会どっちでも OK なので、皆さんの印象に残ったワードをぜひお寄せくださいませ。こちらの投稿は番組のメールフォームのほか、番組ツイッターのマシュマロからもお送りいただけます。期間は12月8日木曜日までです。お寄せいただいた名言はスタッフが選定したものと合わせて集計し、改めて人気投票を実施させていただきます。最終結果の発表は年内ラスト放送の12月29日の生放送で実施予定でございます。一緒に企画を盛り上げていきましょう。ほんでもってさっきねほのチョイスで書いた年賀状キャンペーンのお知らせなんですけど、今年もアミアミ SSR チャンネルの会員になって専用ページからご応募いただいた方全員に書き下ろしの年賀状をプレゼントさせていただきます。絵柄はさっき書いたやつを含めて全部で3種類の予定でございます。詳細は応募ページをご確認くださいませ。ほんで待って、10月29日にやりました、第4回ほのフェスティバルがタイムシフトで11月28日まで見放題でございます。あと4日です。ぜひチェックよろしくお願いします。そして黒木ほのかのシークレットショールームとプライベートトークの2つの番組では皆さんからのお便りを募集しております。生放送のシークレットショールームには各回のゲストさん宛てのメールなど募集中です。次回の生放送ゲストは花谷真希さんでございます。質問とかトークテーマ、メッセージなどいろいろ送ってください。すべての投稿は番組ページのメールフォームからお送りください。そして、笹原優ちゃんと書いたサインが抽選で当たるツイッターキャンペーンの締め切りは本日いっぱいでございます。番組アカウントをフォローして対象ツイートをリツイートするだけですので、ぜひぜひご応募ください。親知らずを抜いた影響がもうすごい、もう溺れそう。今長い文章を読むともう溺れそうになってしまいますけれども、ふがふが、すいません、お聞き苦しかったらすいませんね。はい、ということでもうお時間でございます。お付き合いいただきありがとうございました。お相手は黒木ほのかでした。バイバーイ。黒木ほのかのシークレットショールーム、この番組はホビーショップアミアミの提供でお送りしました。